辰徳君、井林君。ありがとうございます。自由民主党の井林でございます。今日は予算委員会第三分科会で、法務省、上川大臣、また法務省、また家庭裁判所の皆様に、最高裁判所かの皆さんにお伺いをしたいと思っております。特に上川大臣は私の隣の選挙区ということでございまして、大変ご指導もいただいておりますし、また私の地元の事情についても大変精通をしていただいていると信じて質問をさせていただきたいというふうに思っております。ちょっと文化会ということで地域のことをやらせていただきたいと思いますが、まず公証人役場、公証人のことでございますが、公証人役場公証人は遺言や任意後見人契約などの公正証書の作成、私文書や会社等の定款の認証、確定日付の付与等交渉業務を行う公的機関でございまして、中立公正な交渉人が作成する有効確実な書面を残すことにより、争いを未然に防ぐことができます。特に相続、争う族とかですね、争い続く、相続とも揶揄される相続については、遺言書の作成というものは極めて大事でございまして、遺言公正証書を作成する方が増加をしているというふうにも聞いています。こうした公証人役場、公証人についてお伺いをしたいと思いますが、公証人は公証人法第10条によりますと、前略させていただきますが、公証人の委員数は法務局もしくは地方法務局、またはその支局の管轄区域ごとに法務大臣がこれを定むというふうに書かれております。これを受けまして、公証人の定員規則におきましては静岡県内の定員が定められております。この中で私も今手元にその規則を持っていますが、この藤枝支局というものについては定員が1というふうに定められておりますが、現実には今公証人が存在をしていない、指定されていないというのが今の実情でございます。で、この藤枝支局というのは大変新しい支局でもございまして、まずは静岡地方法務局の藤枝支局が設置をされた経緯、今これ出張所統合されたということでございますが、設置された経緯をまずはご説明いただきたいと思います。法務省民事局、小出邦夫君。お答えいたします。ご指摘の静岡地方法務局藤枝支局を設置した経緯についてでございますが、旧静岡地方法務局の藤枝出張所に、平成26年11月25日に、同局焼津出張所、さらに平成27年1月13日に、同局の島田出張所をそれぞれ統合したところでございますが、この島田出張所を統合した際に、藤枝出張所を支局化して、藤枝支局を設置したものでございます。藤枝支局を設置するにあたりましては、管轄区域における事件数の動向、行政サービスの効率、住民の利便性等を相互考慮して判断したものでございます。井林辰徳君。ありがとうございます。今お答えあったとおり、平成26年、平成27年と、出張所を3出張所を統合する形で、藤枝支局が設置をされました。ここで、サービスの向上ということでお話をいただきましたが、やはりそうすると支局と対になって、存在をする公証人役場、そして公証人の指定というのが、これはやはり利便性の向上では必須だというふうに思いますが、これ実はこの質問もう4年目になっておりまして、なかなか難しい問題であるということも分かっておりますが、この公証人役場を新規に設置するということ、これまでの実績があればですね、お答えいただきたいというふうに思います。法務省民事局長、小出邦夫君。お答えいたします。まずそれまでですね、法務局または地方法務局の支局の管轄区域内に公証役場がなかった区域に新たに公証役場が設置された直近の事例といたしましては、平成16年1月1日に大阪法務局北大阪支局の管轄区域内に高槻公証役場が新設された事例が挙げられるところでございます。井林辰徳君。ありがとうございます。平成16年に一事例ということで、
大体こういう質問すると2、3上がってくるんですけど、まあ、一事例ということはやっぱりなかなか珍しい事例で、まあ、それだけ難しい問題だということは承知をしておりますが、まあ、なかなかやはり地元の支局に公証人役場を置いていただきたいという地元の強い要望もございまして、昨年になりますけれども、令和2年10月9日、上川大臣に、この藤枝支局管内の地元の焼津市長が設置の要望にも伺ったところで、ございます、藤枝支局に対応する公証人役場を設置すべきだというふうに思いますけれども、大臣のご見解をお伺いしたいと思います。上川法務大臣。委員からは平成31年2月におきましても、静岡地方法務局藤枝支局管内における公証役場の設置に向けまして、この場でも質問を私はお受けしたところでございます。法務省といたしましても、利用者にとっての利便性、また公証業務の効率等と観点からも継続して検討してまいりました。藤枝支局が管轄する志田灰原地区につきましては、令和2年10月焼津市から公証役場の設置に関する要望書が提出されるとともに、具体的な候補地につきましてもご提言をいただいているところでございます。これを踏まえまして、同地区における公証役場の設置につきまして検討を加えておりまして、その旨につきましては同地区の関係自治体に説明をし対応していること、これについては事実でございます。引き続き同地区におきまして公証役場の設置に向けて検討を進めてまいりたいというふうに考えております。井林辰典君。ありがとうございます。地元の市長の要望も受けて、焼津市で、場所もご相談いただきながら、地元の首長さんにも、当然これは地元の市にもご理解をいただかなければいけないので、地元にもご説明をいただいているということでございますので、これはこうした流れをですね、一刻も早く現実のものとして、藤枝支局に対応する公証人役場、焼津市から要望が出ているということでございますので、焼津市内、どこになるか分かりませんけれども、設置をしていただいて、地域のホームサービスの向上に努めていただきたいというふうに思っております。続きまして、家庭裁判所の話をさせていただきたいと思います。家庭裁判所は裁判所法31条3第1項に規定されている下級裁判所でございますけれども、家庭裁判所とですね、簡易裁判所や地方裁判所等と扱う事件の違いというものをまずは事務方からご答弁お願いします。最高裁判所総務局長村田仁君。お答え申し上げます。地方裁判所や簡易裁判所では民事訴訟あるいは刑事訴訟といったものを主に取り扱っている一方で、家庭裁判所は夫婦関係や親子関係の紛争などの家事事件についての調停や審判、さらには非行のある少年の事件についての審判を行っているという違いがございます。井林君。ありがとうございます。夫婦や親関係の紛争などの家事事件や、あるいは非行のある少年の事件ということで、極めて重要なものを扱っているというものでございまして、これ裁判所法を読むと、家庭の平和を維持し少年の健全な育成を図るということで、極めて重要な役割を家庭裁判所が担っているんだろうというふうに思っております。この家庭裁判所、私の地元にも出張所という形でございまして、正式には静岡家庭裁判所島田出張所という名称で設置をしていただいておりますが、この島田家庭裁判所のこの島田の出張所の扱う調停審判事件それぞれの、これ審理件数の推移、また点を返すの推移をお聞かせいただきたいと思います。最高裁判所総務局長村田仁君。お答え申し上げます。島田出張所で扱う調停事件、まず調停事件でございますが、平成30年は464件、令和元年が452件、令和2年は476件でございまして、審判事件につきましては平成30年は3548件、令和元年は3567件で、令和2年は3891件と推移をしております。それから裁判官の店舗回数につきましては、平成27年から平日週5日のうちの4日
同じ裁判官が静岡家裁本庁から出張して事件処理を行っておりまして、これは平成27年にそれまで週3日だったものを週4日に増やしたという経緯でございます。井林辰徳君、ありがとうございます。新宿件数の推移ですが、率直に言って調停件数と審判検査をして4000件を、平成30年令和元年と超えてきているというのは、1年が365日で1年間に4000件超えているので、個人的には率直に言って非常に多いなというふうに思っております。ところでこの家庭裁判所の出張所というのは事前のやり取りで77で多分変わってないと思うんですが、77あると思いますが、この島田の出張所のですね、この家事事件の総数というのは全国の出張所で何番目になるんでしょうか。最高裁判所総務局長村田仁君。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、家庭裁判所出張所は全国で77ございまして、令和2年に島田出張所に申し立てられました調停事件、審判事件の総数は、この全国の家庭裁判所出張所の中で、市川出張所に次いで2番目に多いということになっております。井林辰徳君、ありがとうございます。私も多い多いと思っていて、これ4年目、ずっと4年間ずっと全国2位ということで、やっぱり非常に多いなというふうに思っております。で、これ先ほど、転用回数を平成27年7月にですね、3回から4回にしていただいたということで、これ、たまたまではありますけれども、たまたまっていう言い方よくないのかもしれませんけど、上川法務大臣が前の時にご就任の時にこれは増えていたということが事実でございましたが、ただそうは言ってもですね、やはりこれだけ多い数があるということなので、やはり週5日開けていただきたいというのが地元の声でございます。家庭裁判所を扱う事件に従事するさまざまな職員の皆さん、私もこれ地元の皆さんにいろいろ聞いたんですけど、やっぱり家庭裁判所まで行く案件というのは非常に特殊な案件で、手間も暇も正直言ってかかると。でそういう中でやっぱり週5日のうち選択肢が4日しかないというのは、他の事案にも対応しなければいけない職員さんからすると、やはり週5日空けていただいた方が、そうしたこともスムーズにいくという声をいただいておりますし、隣の静岡ではですね、週5日受けれて、島田ではこっちだと、島地境一つ栄えると、週5日のうち4日しか受けれないっていう、これもどうなのかなと正直思っております。静岡家庭裁判所島田出張所の、一番いいのは、出張所ではなくて支部課ということでしっかりとした機能をしていただきたいというふうに思いますが、最低でもですね、転法回数、これ全国2番目って言うと1番目に市川出張所はもう5日間、しかも2人の裁判官いらっしゃいますので、早急に週5日にして常に審判を行える状況にすべきだと思いますけれども、まずは事務方の答弁をお願いします。最高裁判所総務局長村田仁君。お答え申し上げます。まず支部課につきましては、支部の配置を含めました裁判所の配置は、裁判所にアクセス、提供する司法サービスの質等を総合した国民の利便性を確保する観点から、考慮している要素といたしましては、人口動態、交通事情、事件数の動向等を考慮いたしまして、また IT 技術の進展等も考慮に入れながら、総合的な利便性の向上の見地から検討する必要があると認識しておりまして、島田出張所におきましては、委員ご指摘のとおり、確かに相応の事件数があるということは認識をしておるんですけれども、今申し上げましたもろもろの観点からしますと、直ちに新たに支部を設置しなければならない状況にあるというふうには考えておりません。他方、店舗回数につきまして、この島田出張所の店舗回数については、委員からここ数年、ずっと続けてですね、店舗体制をさらに強化するために、裁判所の体制整備を進めるようにと、ある意味、我々の受け止めといたしましては、力強い応援をずっといただいているというふうに受け止めておりまして、最高裁といたしましても、島田出張所の事件動向は、そういう意味では特に注視をしているというところでございます。でただ、その静岡管内でもその本庁、静岡家庭裁判所本庁等との事件数とのバランスを踏まえて、静岡管内全体として事件処理を行っていく必要もございますので、
最近この島田について言いますと、その事件数等が若干落ち着いているというところからして、島田出張所への裁判官の店舗回数をさらに増加させるという形での体制強化はなかなか難しい面があるところでございます。他方、あの家事審判家事調停事件は裁判官だけで事件処理をしているものではございませんで、裁判官がまあ週5日のうち4日しか来ていないといっても残りの1日を空けていないとか何もしていないということではございません。家庭裁判所の中では家庭裁判所調査官という専門性を有する職種がございまして、これがこの裁判官のいない1日についても適切に必要な調査、面接等の調査を実施するということも必要に応じてやっておりまして、島田出張所では裁判官が店舗しない日に家裁調査官が家事審判及び家事調停の当事者等への調査を実施するなど、週5日を通じて家事事件の処理が行える体制を取っているというところでございます。なお、あの家裁調査官は近年裁判所全国のオール裁判所の全体での定員の増減というのはないんですけれども、その中でもあの静岡管内に関しましては令和2年度を当初4月期でございますけれども1人増加をしているというところでございます。引き続き事件動向を注視することはもとより、裁判官が店舗しない状況でも一定の事件進行を図ることで、週5日の店舗をしている場合と同等の司法サービスが提供できるように、これは最高裁といたしましても支援をしてまいりたいというふうに考えております。岩橋辰徳君、ありがとうございます。去年はね、こういうやり取りをしたら、裁判官が2人も定作になってたっていう衝撃の事実で、この後の質問に戸惑ってしまったのを、鮮明に覚えていますが、まあ、関係各位の皆さんのご努力で、まあ、裁判官が週5日っていうのは、まあ、なかなか難しい中で、まあ、調査官の増員を、図っていただいてですね、しっかりとした手当てをしていただけるっていうことで、私は一歩前進かなというふうに思っていますし、まあ、最後は支部課で少なくともやっぱり週5日しっかり対応していただきたい。やっぱり市境をね、一歩変えて、海峡があるわけじゃありませんので、市境を一歩越えて週4日と5日っていうのはやはりなかなか辛いものがあるというのが正直地元の声でございますので、ぜひご理解いただきたいというふうに思っております。この週5日へのですね、店舗回数または支所課については、2018年、まあ、少し前になりますが、上川法務大臣や最高裁判所さんにもですね、地元の島田市長さんと同様の要望を行いまして、まあ、大臣の場合はですね、まあ、これ個別の具体な事例ということではないですけれども、裁判所職員定員法を所管をしているということでございまして、まあ、しっかり検討していきたいという言葉をいただいているところでございますけれども、まあ、これまでのやり取りを聞いていただきまして、上川大臣の感想をいただければというふうに思います。上川法務大臣。あくまで、まあ、一般論ということで申し上げるところでございますが、まあ、司法権を担う裁判所の人的体制が充実し、まあ、それによりまして、まあ、事件の適正迅速な処理が促進され、また国民の皆様の司法アクセスが一層向上していくということ、大変重要なことであるというふうに認識をしております。他方で、ご指摘いただきました家庭裁判所支部の設置、いやまた家庭裁判所出張所への裁判官の定員回数の増加等につきましては、最高裁、最高裁判所規則等に基づきまして、裁判所において適切に判断されるべきものであると承知をしているところであります。法務省といたしましては、ご指摘のとおり裁判所職員定員法を預かっておりますので、そうした制度を含めまして、法律を所管する立場から国民に身近でまた頼りがいのある司法、これを実現するために適切に対応してまいりたいというふうに考えております。岩橋辰徳君、ありがとうございます。まあ、もちろん定員法の所管ということでございますので、まあ、これ以上踏み込んでということだと思いますが、まあ、最高裁には、ね、地元の市長さんがこういう要望に来るってなかなかないと思います。それぐらい地元からも思いが強い事案だというふうに思ってですね、これからも真摯に向き合っていただきたいというふうに思います。最後に、ちょっと入国審査官の話をさせていただきたいと思いますが、私の地元富士山静岡空港がございますが、
が、まあ、外国人入出国者数とかも、まあ、今は閉じてしまっていますけれども、非常に多い富士山静岡空港の入出国管理、またあの静岡県自体も外国人在留者も非常に多い、まあ、これは大臣もご認識いただけていることだと思いますけれども、についてまず伺いたいと思いますが、ちょっと時間もありますので、富士山静岡区に関するですね、外国人入出国者数の推移ですとか、静岡県の在留外国人の推移や在留資格者の申請の推移、そしてまあそれを受けて、これ名古屋入国管理局の静岡出張所というところが担当していただいてますが、その職員数というか審査官ですよねの推移を答えていただけますか。法務省出入国在留管理庁次長松本裕太君。お答えいたします。藤岡静岡空港における外国人入国者数につきましては、富士山静岡空港におきます外国人入国者数につきましては、平成27年は16万9902人でございましたが、令和2年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、大幅に減少いたしまして、速報値で1万2539人となっているところでございます。そして、富士山静岡空港を所管する名古屋出入国在留管理局静岡出張所における、入国審査関数は平成27年度から、平成30年度まではいずれも22人、令和元年度は24人、令和2年度は27人となっているところでございます。なお、令和3年度予算案におきまして静岡出張所にさらに2人の入国審査官の増員を計上しております。続きまして静岡県におきます在留外国人数の推移でございますが、平成27年末は7万6081人でございましたが、令和2年6月末は10万237人でございまして増加傾向でございます。そしてその在留資格の関係でいろいろな業務がございまして、その中の在留資格関係書申請につきまして、在留資格の取得、在留期間更新、在留資格変更等に関する申請がございます。この点につきましても、その外国人数の増加に伴いまして、静岡出張所、浜松出張所におけます在留書申請の件数は近年増加傾向にございます。静岡出張所におきますこれらの申請の新規受理件数は平成27年は11,316件、平成31年、令和元年は16,654件でございました。また浜松出張所における新規受理件数は平成27年は9,433件、平成31年、令和元年は13,310件でございました。以上でございます。岩井久美君。ありがとうございます。富士山静岡空港に関わらずですね、外国人の入出国今閉じてますので、なかなか数というのは伸びてこないというのは、これは当然のことなんですが、そうは言ってもですね、私これ、事前にデータもいただいてたんですけど、外国人在留者数が増えてるっていうのはちょっと驚きな数字でございましたし、今いる外国人の皆様っていうのはおそらく何らかの事情で帰れないとかですね、または職の関係で困っている方もいらっしゃると思います。非常に多くの方が困っている、または相談に伺わなければいけないというふうに思っておりますし、これアフターコロナを見据えれば外国人観光客というのは私たちのこの日本の成長戦略の一環を担うものでございまして、この入国審査官をしっかりと整備をしていくということは極めて重要なことだというふうに思っております。その出張所の人数もですね、審査官の人数も平成30年の22人から年を追うごとに2人3人と増やしていただいて、もはや、27人ですかところまで来ているということでございます。今後をですね、最後に上川大臣にお願いをしたいんですが、今後の富士山静岡空港を所管して、また静岡県内全体の外国人在留者に対する入出国審査、またはさまざまその後の生活の手当をしていただく静岡出張所および浜松出張所の審査官の人員増加について、決意というかですね、対応すべきだというふうに思いますが、ご答弁をお願いしたいと思います。上川法務大臣。
先ほど出入国在留管理局の方から次長 ご報告いたしましたけれども、名古屋の出入国在留管理局静岡出張所の職員数につきましては、この令和3年度の予算案におきまして、入国審査官2人の増員が計上されているところであります。その結果として、出張所につきましては、合計29名となるところであります。また、当局の浜松出張所の職員数につきましては、令和3年度予算におきましては、入国審査官1名の増員が計上されておりまして、当出張所の入国審査官数は合計6名となるところであります。静岡県におきましても例外ではございませんで、コロナ禍ではありますけれども、在留していらっしゃる外国人の方々のさまざまな準備サービスも含めまして、ご相談もありますので、しっかりと対応していくということ、また、入国ということで、このコロナ禍終わった後のアフターコロナというような時代におきましては、その点につきまして、しっかりと対応できるようにしていくということが極めて重要だというふうに認識していることでございますので、さまざまな動きを見ながら、適切な対応ができるようにしてまいりたいというふうに考えております。岩井下総理君。ありがとうございます。来年に向けて、静岡出張所で2名、そして浜松の出張所で1名ということで増員をしていただくということで、非常に多くの審査官にまた配置をしていただいてですね、外国人の対応、また入出国の管理に当たっていただくということでございます。これからもですね、まだまだニーズが伸びていく分野だというふうに思っておりますので、公務員全体の削減ということとは別にですね、こういう必要なところにはしっかりとした手当てをしていただいて、特に静岡県は外国人労働者の方も非常に多く働いていただいているというのが実態でございますので、必要なサービスを提供していただきますことを最後にお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて井林辰徳君の質疑は終了いたしました。次に中川